ミームコンバットのステーキング APY が 112% から 400% 以上にアップしています。ただし自動から手動に切り替わってますので、以前購入した方はこの動画を見て適切な対応をしてください。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回は以前解説したこのミームコンバットトークンですね、こちらについてのアップデート情報をお伝えしていきまして、以前ねこの動画を見て購入した方、ちょっとねステーキング手動でやらなければいけなくなってますので、気づいてご自身でやってる方は問題ないんですけれども、買ったっきりねそのままほっといてる方はちょっとね動画を見ていただいて必要な、対応をしていただければと思います。でこのミームコンバットトークンについての概要はこちらの動画で詳しくね解説してますので、こちらの動画を見た上で、続きの動画として今回ねミームコンバットトークンの購入方法とステーキング方法を解説していきますので、よろしくお願いします。はい、でまずですねミームコンバットトークンどうやって儲けるかというと、3つの儲け方考えられますと、まずはねプレセールで儲けるというのと、ステーキングで儲ける、あとはプレイツーアーンと、あとベッティングですね、賭けで儲けるという3つの儲け方がありますよと。でまずプレセールで儲けるなんですけども、私ね前回11月初旬に購入したんですけども、その時の価格が 1MK トークンが 0.1667 ドルだったのが、今ですね11月末、0.214 ということでね、だいたい 0.05 ドルくらい上がってますと。でそれがまたねもう残り少ないですけれども、また日が変わると 0.225 ドルということで、毎週くらいのペースでですかね、どん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 上がっていきますので、多分このねメモリが完全にフルになるまでねちょっとずつ上がっていくのかなと思いますので、このような感じでね上場するときには多分 0.25 とかね、もしかしたら 0.3 とかで上場すると、それだけで結構利益がね出るのかなと思っていますと。はい、なのでね、プレイセールで儲けたいという方は、なるべく早く購入して、上場した瞬間に売り逃げるっていう感じですかね。はい、でもう一つがねステーキングで儲けるということで、購入してすぐに自動でステーキングしてくれるということで前回動画でお話ししたんですけれども、前回の動画ではね、自動でステーキングしてくれると、でステーキングの APY 112% でしたよということだったんですけれども、最近ですね見るとね異様に APY 上がってますよと。その代わり、自分で手動でステーキングしなきゃいけないので、もしね前回の動画を見て購入したけどステーキングしてなかったっていう方はね、この動画の後半で手動でステーキングするやり方解説しますので、ぜひね参考にしてください。でステーキングについてはですね、前回のね動画を撮った時と今回ですね11月下旬の時で、このねステーキングのホワイトペーパーの内容変わってますので、ちょっとね改めてホワイトペーパー読み直していただくのがいいんじゃないかと思います。で今回はねちょっとそこまでやってると時間がないので、購入方法とステーキング方法だけ解説しますので、詳しいねホワイトペーパーの方は、ウェブサイトの方で確認していただければと思います。はい、ということでね、11月初旬以前ですね、私の動画を見て購入した方は、今後手動でステーキングが必要ですので、ステーキングしてこの 436%、 多分この動画見てる時ね、皆さんが動画を見てる頃にはもしかしたら 400% 割ってるかもしれないんですけれども、いずれにしてもね、購入者が増えれば増えるほどどんどん減っていきますので、早めに購入するのがいいのかなと思いますと。はい、じゃあですね、今回、プレセールで儲けるという方と、あとステーキングで儲けるという方のために、購入方法とステーキング方法を解説していきます。はい、まず購入方法ですけれども、ちなみにですね、まず免責事項ですね。この動画、情報提供を目的としてますので、特定の仮想通貨を、買ってくださいと、推奨しているものではありませんと。で、あくまでも私自身がね、実際に購入して投入して運用しているのは、動画を撮ってね、エンターテインメントとして、皆様にお伝えしているだけなので、本当にね、このミームコンバットが爆上がりするとか、そういったところ私にはね、本当にわからないですので、私個人は、上がればいいなと思って買ってますけれども、上がるかどうかって言われると、そこは本当にね、誰にもわかりませんので、そこはご自身で、調べていただいて判断いただければと思います。はい、
でそれを踏まえた上でまずね、メタマスクを使って購入していくので、まだメタマスク持ってないよっていう方はね、メタマスク作ってください。こちらの動画で解説しています。でさらにですね、イーサリアムもしくは PEP20 バイナンススマートチェーンですね、 BNB で購入するんですけれども、イーサリアム手数料高いのでPEP20 BNB での購入を私は推奨します。でこの動画の中でも BNB で購入するので、メタマスクを、インストールした後、この PEP20 を、ネットワーク追加する方法ねありますので、そちらはこの動画見ながら、はい、ネットワークを追加していただければと思います。はい、でそこまで準備してきた後のやり方ですね、詳しく解説していきます。はい、まずねこちらの QR コード読んでいただいて、はい、アクセスしてください。はい、そうしますとね、こんな英語のページになると思いますので、はい、まずこのねメニューボタンですね、メニューボタンを押していただいて、そうするとこういうメニューが開きますので、でここですね、英語イギリスのマークになっているところをタップしていただいて、はい、そうすると日本の国旗出てきますので、日本の国旗を押しますと、はい、日本語になりますと。はい、そうしましたらここを閉じていただいて、はい、日本語の状態で、で下にスクロールしていってみてください。はい、そうするとねこういう画面になります。でこちらにね今の価格が出てますけれども、私が購入したのはね11月初旬だったので、まだね 1MK トークン 0.1667 で買いましたけれども、多分皆様動画見てるときは 0.2 いくつとかになってると思いますので、はい、その辺の価格でね購入していただければと思います。でここがね今イーサリアムで購入する方はこのままでいいんですけれども、イーサリアムだと手数料高いので、やっぱりね手数料を安く買いたいということで、バイナンススマートチェーンですねで購入するということで、バイナンススマートチェーンで購入したい方はこのバイオン BSC というところを押してください。そうするとねここに BNB が出てきますので、この状態で、はい、数字を入力していくことになりますと。はい、でまあどっちに数字入力してもいいんですけれども、私はね 300MK トークンを購入しますということで、こちらに入力するとその必要な BNB がね勝手に自動計算されて出てきますので、それで問題なければ、はい、それで購入していきたいと思います。はい、じゃあですねコネクトをレッドと押していただいて、そうするとポップアップ出てきますので、まあ、メタマスクつなぐんですけども、最初にこのウォレットコネクトというのを選んでください。はい、その次にまたポップアップ出てきて、メタマスクと、はい、選んでいただいて接続することになります。はい、そうしますとですねこんな感じで下からねニュニュニュッと出てきますので、はい、ここで接続と押していただいて、はい、メタマスクですね接続しますと。はい、はい、そして接続されますとねこんな画面になると思うので、下の方にこうスクロールしていくと購入という感じでね画面が出てくると思います。でこの状態でしばらく待ってるとね、こんな感じでポップアップが出てきて、はい、で必要な BNB で問題なければ確定と押してください。はい、そうするとトランザクション、ね、開始されて、はい、で無事にトランザクションが完了すると購入が完了したということになります。はい、でここでですね、はい、トランザクションを表示するにはここをタップしてくださいってあるんですけど、こちらタップすると下からポップアップ出てきて、 Chrome でね、はい、購入の内容出てきますので、まあ、ここで問題なくサクセスと出ていれば購入がね完了してますということになります。はい、それではね購入した後でですね、ステーキング、これ手動でやらなければいけなくなってますので、ステーキングのやり方解説していきます。はい、でまずですね BNB で購入した方はメタマスクの方でネットワークの切り替えを行ってください。ステーキングにはイーサリアムで手続きする必要があります。なのでまずネットワークをイーサリアムに切り替えていただいて、でかつですねイーサリアムの残高も必要になりますので、ちょっとねここめんどくさいんですけれども、イーサリアムの残高のあるウォレットを開いた状態でネットワーク切り替えて準備してください。はい、で準備してきたらまたねミームコンバットのところ開いていただいて、右上のこの3本バーですねタップしていただいて、そうするとステーキングというねオレンジ色のボタンありますので押してください。はい、でそうしましたらこの画面になりますので、まあ、下にスクロールするか、この今すぐステーキングというところを押してください。はい、でこんな感じで画面出てきますので、またもうちょっとね下の方にスクロールしていくとこんな画面になると思います。でこの現在のステーク数っていうのが0になっている方ね、
MK トークン購入したのに、現在のステーク数ゼロになっている方はやっぱり自動でねステーキングされていませんので、手動で自分でステーキングする必要がありますと。はい、ちなみにですね、この下にスクロールしてってもこの画面出てこない方はですね、ちゃんとね接続できていない可能性があります。こんな感じでね、メッセージに署名して認証するという画面が出ている場合は、はい、こんな感じでね、ここを押していただくとこうポップアップが出てきて、メッセージを送信というところを押してください。はい、そうしましたらこんな感じでね、メタマスク開いてこのメッセージに署名しますかと出てきますので、出てきたらこの署名というところを押してください。はいね、でこのままでも全然ね、うんともすんとも言わないという時があると思います。その場合はですね、まずメタマスク開いていただくと、まあ、しばらく待つとこんな感じで出てきたりしますので、ちょっとねメタマスク開いたり、ミームトークンのウェブサイト開いたり、何回かこう行ったり来たりしてみてください。はい。調子悪いとね、結構何回も行ったり来たりしなきゃいけない時がありますので、はい。で、この画面出てきて、メッセージに署名すると、はい。この画面が見れるようになりますので、はい。で、この画面が見れるようになって、このね、購入したステーキトークンを、ステーキングするというところを押してください。はい。そうすると、ここにね、ボタンがありますので、ね、この今 APY がどん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 下がっていくので、私がステーキングした時は 410% ですね、 410% で請求してステーキングするというところをしてください。はい、そうするとこのねステーキングの、はい、手続き画面になりますので、手数料ね、イーサリアムかからないんですけれども、このステーキングをする処理手数料ですね、ネットワーク手数料がかかりますと。で、これが結構お高いので、まあ大体1000円、1500円、2000円くらいかかりますので、時間帯にもよりますけどね、まあ平日の午後ですね、日本時間だと平日の午後から夜にかけてはイーサリアムのガス代安いので、まあその辺の時間を狙ってやっていただければと思います。はい、で、はい、処理しましたらトランザクション、はい、送信されて完了すると、はい、で完了するとね、購入した MK トークン、まあ、306に対して、請求済みが306と、でこの状態で、はい、ステーキングが完了してますので、はい、またねメニュー開いていただいて、このステーキングというところを押すと、さっきはねここが0だったんですけれども、現在のステーク数ね、ステーキング、全額ステーキングしたので、私は306と、はい、いうことになりました。で、下の方にね、こうスクロールしていくと、はい、こういう感じで、いついつステーキングしましたよっていうことで、はい、出てきますので。で、ちなみにですね、ステーキングしてから、10日間はね、出勤できないということなので、ね、気をつけてください。はい、10日経ったら、ステーキングした元金もね、取り戻せるということで、ただね、ステーキングリターンはいつでも取り戻せそうな感じなので、はい、ね、まあ、多分ステーキングしたら多分ね、ステーキングしっぱなしだと思いますけれども、はい、そんな感じで手続き行っていただければと思います。はい、ということでね、今回は、Meme Combat Tokenの購入方法とステーキング方法について詳しく解説しました。で、Meme Combat Tokenってそもそも何なのという方はね、こちらの動画で詳しく解説してますので、参照していただいて、まあね、興味を持ったら上がりそうだなと、面白そうだなと思ったら購入していただければと思います。はい、そして今日のオーバープロトコルの回答ですけれども、今日はベースリワードという回答を選びました。参考にしてください。オーバープロトコル始めてない方、QR コード読んでいただいて、紹介コード入力して始めていただければと思います。詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画で解説してますので、参考にしてください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。